おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もこくらせエピソード2やっていきたいと思います。前回はなんか余裕しゃくしゃくな秋葉源氏くんのもとに、新レッドライナーズの新橋ゆらちゃんがこう邪魔をしてですね、思惑通りにはさせないぞっていうことで、まあなんかあれ思った通りにいかないな、なんでだろうみたいな状態ですね。いやー、たまちゃんがね、ちょっともしかしたら新レッドライナーズについちゃうかもしれないので、それがちょっと怖いところですね。では続きやっていきたいと思いますよ。一替えで、じゃあゆらちゃんに変えるところからどうぞ。代々木たまさん、秋葉さんが頻繁に接触する人物、最近はどっかでも顔を見かける秋葉さんが信頼を置く情報や、その存在覚えておきましょう。きっと後で重要になるでしょうから。さあお姉様のところへ帰りましょう。オッケー。でめぐちゃんに帰るのか。さあめぐちゃんはこのやばい状態だっていうことに気づくでしょうか。あ、気づくんじゃないこれ。何者、彼女の正体を知らなければならない。ただし彼女に気づかれてはいけない。うわー、赤くなっちゃったよ。セーブします。リーダーを見つめる特化女性と正体を知る必要がある。 OK、 行きましょう。いた、あの子を尾行しよう。見つからないように。バレた。あの、私に何かご用でしょうか。先ほどからついてこられているようですが。不用意に動きすぎた。くそー、ゲームオーバー。難しいな。どの辺まで近づいていいんだろう。バレない位置。いた、あの子を尾行しよう。見つからないように。あれ、いなくなっちゃった。どこ行った。こっちか。え、あの子、そうよかった、進めばよかったのか。バレるんじゃないかと思って。アジトへ、リーダーの元へ。こっちには行けないんだね。オッケー、よかった。緊急ミッション、今回は1回ダメだっただけで済んだ一回ダメなことはもうなんかデフォになってきてんな。いや、もうサクサクプレイで行きたいですよ。もう今なんて雪見大福ですよ。もう、あ、間違った、こっちじゃねえわ。もうサクサクどころかもちもちですよ。もちもちプレイってなんだ。ああ、メグが来たよ。リーダーに彼女の存在を伝える必要がある。オッケー、源氏くんに切り替えましょう。でさあ、なんで小太郎氏がこっちに。タマの言ってたことが本当なら、琴の葉で、こっちだね。特化の方は最近立候補者が現れたって二藤先生が言ってたわ。いい当て。交流委員って役職があってさ、小太郎くんそれに立候補したみたいだね。特化と普通科の交流を促進するため、互いに相手の科で仕事をする役目。交流委員ね。どうするんです。どうも変だよね、小太郎くんが交流委員に立候補するなんてさ。誰かが裏で手を引いている。そうかな、やっぱり。誰なのさ、ソリン。目白めぐみが動いているかもしれないわ。ああ、彼女か。そういや彼女いたな。ああ、なんだっけ、 TMN とかいう。いやいや、 TRF でしょうに。 TRL 新レッドライナーズ。あ、よかった、合ってたね。運命の赤い糸を信奉する組織。組織っても実際は目黒になっちゃった。目白めぐみが単独で動いてるんだけどね。
私そのグループ見たことないんですけど、何やってるんですか？別に特別なことはしないんだ。赤い糸を守るのが使命なんだって。本当に何もしないのかね。ただし僕らのことを心よく思ってない。僕らは運命の赤い糸なんかお構いなしだから。彼女が僕らを妨害してくる可能性は十分にある。なるほどね。いつもはほっといても大丈夫なんだけど、今回は手際がいいね。おそらく知略に長けた人間が目白めぐみのそばにいる。そりゃ厄介だ。困ったな。リーダー、どうするんですか？こりゃ早く決めないと、もっと厄介になるかもしれないな。短期決戦で行こう。次に何か好機があればそこで実行だ。あいよ、おう。TRL ね。そういやそんなのいたっけな。一回しましょう。ユラちゃん。お姉さま、ユラです。計画はうまくいったようね。はい、日野さんは交流委員として普通科に入り浸りですわ。まどかさんは執行部室で作業に追われている。これで二人は出会えない。はい、お姉さま。ご暮らせ。これで偽りの赤い糸がつながれることはない。さあ、油断をしてはダメよユラ。これからも二人の監視を続けるの。はい、お姉様。一つ質問があります。何？日野さんと阿佐ヶ谷さんの接点はなくなりましたが、阿佐ヶ谷さんは今も文化祭実行委員として多忙を極め、その結果立川武蔵とも疎遠になっている。それを心配しているのね。なんかさ、めぐみちゃん身長ちっちゃいからさ、もうちょっとなんか可愛い高い声の方がいいかもしれないね。まあいっか。はい、そうですお姉様。そうね、小倉瀬の連中が余計なことをしてくれたおかげで。ああ、こんくらいかな。うん。まどかさんがやらずともよい文化祭実行委員などという役職に。はい、お姉様、どうしましょう。ユラ、運命の赤い糸とは本来そんな軽微な障害ではびくともしないものなのよ。はい、お姉様。私たちは赤い糸に触れてはならない。ただそっと見守るのが筋。しかし今回は小倉瀬のせいで赤い糸がねじ曲がっている。それをも、ん？今回は小倉瀬のせいで赤い糸がねじ曲がっている。それは元に戻さなければ。はい、お姉様。彼女に実行委員を降りてもらう方法考えなければいけないわね。ただし簡単ではない。どうユラ。まどかさんを精神的に追い込み辞任に至らしめるのはいかがでしょう。しかし責任感の強いまどかさんを辞任させるのは難しいのではないかしら。有能なまどかさんも有能なまどかさんも弱点がないわけではありません。せやな、ことの墓。これはね、嫉妬激励隊ね。嫉妬激励隊を、あの忌々しい団体、名を聞くのも汚らわしい。申し訳ありませんお姉様。しかし彼らをまどかさんにぶつけて。なるほど、まどかさんもあの連中は避けていると聞く。わかったわユラ。では嫉妬激励隊をまどかさんにぶつける機会を伺っておいて。はい、お姉様。それから日野小太郎が確実にまどかさんから遠ざかるような策も心得ていますわお姉様。頼もしいわね。さあ、今度こそ小倉瀬の魔の手から赤い糸を守るのよ。はい。では引き続き日野さんの監視を。なるほどね。日野たんだって。日野くんはどこにいるんだろう。小太郎っち、太郎っち、小太郎っち、どこ？こっち？そっか、文化祭実行委員としてこっちに来てるんだっけ。どこにいたんだっけ。1階2階。あ、いましたわ。陰でこっそり様子を見ましょう。引き続き日野さんの監視を。なるほどね。いや、こんなに大きい体とおっぱいしててさ、よく監視とかそういう隠密できるね。すごいね。じゃあちょっと
小太郎くんの前にリポリンが光ってたから、じゃあリポリンから行こうか。さーて、今日もあの子に会いに行こう。あ、なるほど、猫ちゃんね。マルちゃん、マルちゃん。マルちゃん。あ、でもこっちもちょっと様子見たいな。あー、ダメだ。こんにちは。気づいてますよ、あなたの存在が。よし。こっちこっち。来たよ、マルちゃん。マロちゃん、どこにいるんだろう。あ、いた。おーい、あー、ちょっと逃げないで。あ、マロに餌って、あ、なんだあいつ。あ、おーい、猫ちゃん。あ、おい、お前マロ、猫見かけたのか。あ、見かけたけど出てこなくなって。そこんだと。おいマロ。あ、そっちじゃなく、なんかすっごい怒ってる。本当だ。おお、武蔵くんに帰れんじゃん。おお、いいね、この立ち絵。立川武蔵。どうしよう、小太郎くん。じゃあ武蔵くんはちょっと後に取っとこう。私ね、小太郎くんと武蔵くんだったらね、武蔵くんの方が好きなんだわ。本当はね、武蔵くんのこと応援したいけど、でも依頼だからね。我ら小倉瀬はちょっとちゃんと叶えなきゃいけないから。おい、特化さん、話になんねえよ、予算増やせよ。僕はちょっと責任者じゃなくて。早くしてくれないと準備がどんどん遅れるでしょ。今行ってきて。まあ、予算増やせって言われても阿佐ヶ谷さんに相談するしか。これは彼に接触するチャンス。お姉様からの指示を思い出さなくては。阿佐ヶ谷さんに相談しようか。会えると嬉しいしね。あー、人替えで、じゃあゆらちゃんに変えて、琴の葉で、それから日野小太郎が確実にまどかさんから遠ざかるような策もかな。はい、いい当て。絶好の機会、ここで一気に引き離す。執行部部屋に先回りを。今は誰もいないはず。なるほど。なるほど。じゃあ小太郎くんが部屋に行った時に、もしかしたら嫉妬激励隊がって言って隠れさせるんじゃないか。さて、日野さんを待ちましょう。彼が執行部室に入るまではここで。あ、そうなんだ。日野さんが来るまで待機しましょう。じゃあここのイベント終わるまではちょっと武蔵くんお預けだな。しゅん。さあ、向かうか。こっち来たよ。失礼します。久しぶりだね、阿佐ヶ谷さん。あれいないの。ありゃ困ったな、予算の話。誰もいないのか、どうしたらいいかな。あー、赤くなったから、じゃあセーブしましょうか。人替えか。いや、ちょっと待って、動けるのか。誰もいないんじゃしょうがないよ、また今度来ようと。チャンスを逃してしまった。え、あ、なるほど、ゆらちゃんの任務を執行しなくてはいけないのは。私小倉瀬なのに。やだな、私新レッドライナーズの肩を持ちたくないんだけどな。じゃあ、まあここにいて人替えする必要があるのか。はい。あの部屋には日野さん一人。今こそチャンス。なるほど。困ったな、普通科予算増やせって言われても。書き換えてしまえばいいのですわ。君は誰だっけ、なんでここに。ほら、そこのノートに記載されている金額、それをちょっと書き換えれば。でもさ、それより君、なんでこのことを知って。うわー、まどかさんはしばらく戻りませんよ。普通科の委員にどう説明するのです。困ったな。だから今日書き換えて、後で承諾をもらえばいいのですわ。
そっか、僕が予算の話をつけたって阿佐ヶ谷さん言ってたしな。そうですよ。さ、そのノートを手に取って。うん。うーわ、色仕掛けしよったぞ、この新橋ゆらとかいうおっぱい女。くー、でも一枚絵はありがとうございます。とっても素敵でした。他の委員がやってくる頃ね、見つからないよう隠れましょう。あ、ここに隠れるんだ。ここで息を潜めて、私の存在は絶対に無視してください。あ、これ私に言ってんな。クソ、協力しろって言ってるわ。セーブするしかねえか。人替えで日の子太郎。ちょっとあんた何してるの。いや、僕はその実行委員で、その、あ、あんた交流委員で向こうに行った日野じゃないの。勝手に重要なノート持ち出してなんてことなの。いや、僕はまだ何も。早く出てって。 はい。で、出てった方がいいよね。え、これさ、ちょっとさ、見たくない？無視できなくない？ゆらちゃんのことちょっと無視したくないんですけど。あ、ダメだったわ。ダメでした。くっそ、無視したかったのに。あ、無視したかったじゃない、無視したくなかったのに。ほら、あっち行って早く。はい。早く。うわ、あ、めっちゃ追われとる。あ、困ったことだな。予算とかに関してはね、もう何にもできないもんね。ちょっとゆらちゃんに変えますか。見つからないようにこの場を離れましょう。すぐお姉様に報告。オッケー。見つからないようにって難しくない？これどうしたらいいの？え？見とるけど。え、どうすんのこれ。あー、え、え、待ってね、ちょっと待ってね。セーブして、これタマちゃんに変えて、もしかしてゆらちゃんの手助けをするってことかな。だってこれ今のままじゃ無理だよね。タマちゃん、あれ、日野くん、あ、あの人もしかして。どうしたの？日野くんがいたようだけど。あいつ予算編成ノートを持ち出そうとして横領しようとしたんじゃない？え、そんなこと。いえ、そんな大それたことできるような人じゃないわ。だって私が保証する。きっと予算を確認しに来たのよ。日野は出入り禁止にして、どっちにしろ交流委員なんだから。そんな大げさな。あなたは気にしなくても私は納得しないわ。飲まないなら私はやめる。誤解だと思うけど。ありゃ大変なことになったわね。また一波乱ありそうね。これでゆらちゃんに変えるんじゃないか。あ、これもうダメか。ん、ちょっと待ってね。嫌味実行委員に見つかっちゃダメなんだよね、多分ね。なんかここにいるね、実行委員が。え、これ見つかっちゃうのでは。大丈夫ですか。あ、ゆらちゃん、TRL か。見つかっちゃった。大丈夫？見つかったけど。見つからないようにこの場を離れましょう。 OK。 すぐお姉様に報告。お姉様ただここにいるだけなんだね。お姉様。よくやったわ、ゆら。ありがとうございます、お姉様。これで日野小太郎は執行物質への出入りを禁止に。阿佐ヶ谷まどかとの接点は完全に切れた。はい、その通りですわ、お姉様。やはりお姉様が正しいのですわ。なんで お姉様って慕ってるんだろうね、ゆらちゃんはね。じゃあセーブして、人替えで、じゃあお待ちかね、立川武蔵。へい。この箱開かねえぞ、クソ。力ずくでも箱を開けてやる。え、決定機ボタン押せ。 OK。あ、楽しい、これ。おら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 。おりゃ！うひゃ！すごぉ！いねえぞ。あ、マロ、無事か！
この怖い人箱開けちゃった。鍵かかってたのに。おい、猫のことは黙っといてくれ。いいな。ああ、いいですけど。そうか、悪いな。優しいのか乱暴なのかよくわかんない人ね。いつも猫に餌やってんです？バーガー、俺は餌なんか。知ってるんですよ、隠さなくたっていいじゃないですか。俺が始めたんじゃねえよ、俺のダチがよ。ダチ？ダチはもう猫ちゃんの世話しないんです？な、今は忙しくて来れねえんだとよ。一緒に猫のお世話してたんか、まどかちゃんと武蔵くん。何それ、押せる。ごめん小太郎くん、ごめん、私武蔵くんのこと押すわ。へえ、無責任な人ですね。あ、いや、そうでもねえさ。今は学校のためにいろいろ働いててよ。で、先輩は猫の餌と。最近、ちっとも喋ってねえな。その人と会いに行ったらいいじゃないですか。特価だからな。会いに行けねえよ。帰りも最近会わねえしな。私なんかしょっちゅう特価に行ってますよ。体はでっかいのに気は小さいんだ。特価が怖い？そうじゃねえよ、俺は特価が嫌いなんだよ。じゃあその特化生のダチも嫌いなんだ。かあ、うじうじしちゃってだな。俺もなんかアホらしくなってきたわ。そうそう、元気が一番です。いや、ま、リポリン応援しちゃうんだね。まあ私も応援したいよ、わかる。私も一緒に応援しようかな。お、まあ特価にはいけねえが、今度あいつと会ったら誘うかな。遊びに誘うんですか、いいですね。まあな。いや、これダンスに誘うでしょ、やば。頑張ってください。おら、オンに切るぜ。あ、もう行かねえとな。じゃあな。よし、普通科に帰っか。武蔵くん、応援したいね。あー、読めるね。まどかの幼馴染、立川武蔵。普通科2年。まどかは幼馴染で、喧嘩友達。あー、そうなんだ。で、情に熱い。まっすぐ、熱血感。うわー、もう大好き、そういう人。やばい、小太郎くんごめん、本当にごめん。私、武蔵くんとまどかちゃんがくっついてほしいって正直今思ってます。いい体格。鈍感男子。読めない。粗雑無心か。なるほどね。お弁当。白菜と梅干し。へえ。お弁当白菜と梅干しなの。へえ。裾出し。かっこしまい忘れではない。なるほど。ああ、源氏くんはしまい忘れてるんだもんね。で、次は人替えか。リホちゃんに切り替えるか。リポリン。変な人が箱開けちゃったけど、箱の中何か入ってるのかな。あ、箱の中に光るものが。鍵か。そういえば魚住先生が鍵は箱の中って言ってたっけ。この鍵やっぱりこの箱のかな。じゃあリポリンがこの箱をゲットしたってか、この箱じゃねえわ、この鍵をゲットしたってことでいいのかな。で、じゃあ源氏くんに変えましょう。翌日で、また情報交換するわけだ。メグがいないけども。じゃあメグさん待ちましょう。私は今回全然役に立ちません。それ主張するようなことですかね。もっと情報網を広げておこう。彼女もフル活用するんだ。行くか、タマのところ。ちゃんと報酬持っていきなよ。報酬払わない人には協力してくれないよ、タマちゃん。油断してると危ないよ。タマ、また来た。最近よく来るわね。
依頼受けてるの？そんなことよりさ、ほらジュース。ああやった、こないだの報酬？いや今回頼む分だよ。ちょっとやってもらいたいことがあって。何？タマは交流委員なんだろ、特化の阿佐ヶ谷まどかと仲良くなってほしいんだ。ああまどかさん実行委員長でしょ、もう仲いいわよ。え、そうなの？私も最近頻繁に特化に出入りしてるからよく話すのよ。さすが社交的だねタマは。それだけ？彼女の情報を得ておきたいからさ、タマがそばにいると都合がいい。なるほどね。タマ、もう何か情報を掴んでるんじゃないか？タマちゃんちゃんと話してくれるのかな？報酬もらったし、昨日の騒動のこと秋葉くんに教えてあげよっと。優しいね、よかった。裏切ることはしないかな、どうでしょうか。こっちだね。日野は出入り禁止にして、どっちにしろ交流委員なんだから。いい当て。そういやさ、日野さん大変なことしでかしちゃったのよ。え、また？文化祭予算編成を記したノートを持ち出そうとして他の実行委員に見つかったの。あっちゃー、まどかさんに嫌われちゃったかな。まどかさんはかばってたわ。でも彼執行部室出入り禁止になっちゃったわよ。ほっとしたような、いやほっとしてられないな。僕依頼受けたの後悔し始めてるよ。頑張ってね。やるさ、受けた依頼はね。じゃあまたな。今回の依頼思ったほど簡単じゃないわよ秋葉くん。そうだよね、たまちゃんは新橋ゆらちゃんのこと見てるからね。じゃあ源次くんに戻しましょう。さあアジトに戻ろう。オッケー。いやー源次くん、源ちょっと油断禁物だって言ってたじゃん、メグちゃんだって。メグが来たら情報共有だ。オッケー。メグちゃん、メグちゃんはここにいる。あれ動かない。何なのだ一体。あー永田って言うんだこの人。あれ、依頼の障害になりそうな人物は監視する必要がある。どうしたこんなところに呼び出して。市ヶ谷よ、なんだこの箱は。これダミ声男子の人でしょ。で市ヶ谷は早口男子の人か。よくぞ聞いた永田、これは文化祭実行委員への差し入れなのだ。何、我ら嫉妬激励隊の宿敵に塩を送るつもりか。慌てるな永田、我々が送り込むのは四ツ谷だ。四ツ谷？どういうことだ。これ、声高男子だっけ？俺がこの中に入るのだ。敵の懐に飛び込むために。なんと、四ツ谷がこの中に。我々が直談判に行っても、奴らはいつもイルスを使うだろう。そこで、これだ。名付けて、シッ、トロイの木馬作戦。ウイルスを送り込むってことね。これを執行部部屋に、これを執行部部屋の前に。重要備品として置いておく。連中この素晴らしいプレゼントに歓喜し、これを部屋に持ち込むだろう。なるほど、そこで四ツ谷が飛び出し直談判を。そうだ、激論に持ち込めば俺は敵知らず、て顔を合わせれば勝ちなのだ。なるほどね。執行部室でこの箱が開いた後にとどめに我々が押しかける。なるほど。3人のパワーが一つとなり執行部は陥落というわけだ。そうか、これで、それで結婚はいつ？それが問題だが。くだらないけれど邪魔は困る。リーダーに報告を。はい、来ました来ました。ということで源次君に変えましょう。情報を共有しておこうか。 OK、 じゃあ源次君じゃなくて、じゃあメグちゃんから行こう。リーダーに伝えるべきことがある。執行部室でこの部屋、この箱が開いた後にとどめに我々が押しかける。いい当て。嫉妬激励隊、よからぬことを企んでいるわ。どんな？捨てられた箱を用いて、死、トロイの木馬作戦という作戦を。もう嫉妬とかけてるでしょ？全然うまくないけど。なんだろうね、それ。箱を使って執行部室に侵入。内と外から攻め入るらしいわ。ああ、そういう意味ね。実行するの？作戦決行の時を探っていたわ、嫉妬激励隊の3人。くだらないことに能力を使ってるに。いやー、それカンタ君ブーメランじゃないですかに。
あんたも霊能力っていうか、まあそのスーパー視聴覚能力を霊能力と言ってね、無駄なことに使っていると思うんですけどね。カンタ先輩もちゃんと言ってくれた。リーダーに伝えるべきことはこれだけ。オッケー。で人変えでリポリン。関係ないことだけどいいのかな。これ、あ、待ってね。ことの葉で。この怖い人箱開けちゃった、鍵かかってたのにかな。オッケー。こないだ言った捨てられた箱、開いたんですよ、あれ。え、リポリンが開けたの？いいえ、なんかでっかい人がドカーンって開けて。へえ。箱の中に鍵入ってましたよ。まあ、開けた時に鍵も壊れちゃいましたけど。そうか。じゃあ今は箱は開いてるのか。これぐらいしか知らないし、今回は私全然役に立たないな。じゃあ秋葉くんに戻しましょう。しかし依頼そのものより周りがやたら不穏だね。大丈夫なのかね、コリー。急いだ方がいいわ。遅延を許すと思わぬ邪魔が入る可能性がある。今は下手に動けないよ。何か決定的な機会がないと。そう。一方その頃。へえ、そっか。急いで放送室に戻んなきゃ。この情報秋葉くんに教えようっと。ちゃんと教えてくれるんだね。でも報酬ないけどいいのかな。秋葉くん最近報酬払う気ないよ。まあ金欠なのかもしれないけどね。私も高校の頃はすごくずっと金欠だったからね。さてと、放送部より連絡です。花壇の花に水をやりましょう。繰り返します。さあ秋葉くん、放送室に来て。さあ秋葉くん、放送室に行こう。あら、タマ珍しいね、向こうから呼び出してくるなんて。さてさて行こうか。あ、間違って戻っちゃった。秋葉くん、とっときの情報を手に入れたわよ。何？あ、待った。何を？見返りにどんな報酬を要求するかまず聞いとかないと。じゃーん、大サービスで無料です。え、えらく太っ腹だな。こっちも助かるけどね。今までの報酬をチャラにしたわけじゃないのよ、それは忘れないで。わかったわかった。で、情報って何さ。明日、特化の2年生、文化祭準備はしないわ。みんな早く帰っちゃうの。そうなの？どうして？模試があるのよ。模試直前は自宅で勉強。それが特化の決まり。ああ、聞いたことあるよ。特化じゃ模試は文化祭より重要なんだな。そりゃそうよ。でさ、ん？まどかさんは帰らないのよ。責任感強いから、準備委員会の仕事はやるって。そうなのか。去る情報筋からの確実な情報。そうなんだ、去る情報筋。どこだろう。何が去る情報筋だよ、もったいぶって。本人から直接聞いただけだろ。まあまどかさんとは仲いいわよ。ん？まどかさんと仲はいいわよか。私も実行委員だしね。しかしそうか、みんなは早く帰り、まどかさんは残る。そう、つまり明日の放課後、執行部はまどかさん一人。その情報使えるな。でしょ、使う。あ、使わせてもらうよ。ありがとな。じゃあ、たまに情報収集を頼んだのが役に立ったな。これ本当に大丈夫かな。猿情報筋ってどこの話してんだろう。ゆらちゃんのことじゃないだろうね。手を組んでる可能性ある？ない？どうでしょう。で、急だけどさ、小太郎くんに決めてもらおうと思う。状況は悪化してるよ、コリー。大丈夫なの？明日、実行委員執行部は、みんな仕事を休んで下校するんだ。まどかさんを除いてね。へえ、実行委員の人たちも早く帰っちゃうんだ。リーダー、作戦は練ってあるの？いや、まだ。あ、今からかな。寝ちゃった。赤い糸紡ぎよ。じゃあ待ちますかね。
真剣に考える源氏。ことの葉で彼の思考を導こう。一度も間違えずにパーフェクト正解を達成すると、物語最後におまけが追加されるぞ。いや、これは見たいから絶対にパーフェクトにしたい。今回は一回もミスりたくない。さあ、始めよう。今回はスマートにはいかない。成功する保証もない。だが、TRL が動いてる以上、のんびりしてるわけにはいかない。いくつか問題があるんだ。依頼人、そしてターゲットにも。まずターゲットのまどかさん。彼女の周辺に気になる人物がいる。まどかさんと深く関係していそうなある人物とは、武蔵くんの話ですね。ちょっとまずセーブしましょう。はい、セーブ。ことの葉。これ。武蔵くんは僕と同じ学年。普通科2年、立川武蔵。乱暴者で有名だ。彼がまどかさんと知り合いとはね。付き合ってるのか？どうなんだろう。武蔵くんとまどかさんの関係は？関係は？これか？あの二人どういう関係なんだろうね。仲良さそうな、悪そうな。よし、2連続ヒット。ああ！なんか前の表記と違うね。カンタ曰く、二人の仲は悪くなさそうだけど。仲がいいってわけでもないか。なんせ彼は厄介な信念を持っている。武蔵くんがイラつくそのわけは？これか？特化のやつがこっちに来てんの見たらぶっ飛ばしてやる。よし、オッケー、3連続ヒット。なぜか特化をものすごく毛嫌いしているんだ。まどかさんは特化なのにね。しかしこれは好都合でもある。彼は絶対に特化にはやってこない。さらに最近まどかさんと疎遠になっている。今のうちに決めるしかない。そう、それでタマから重要な情報を聞いたんだった。タマが自分から持ってきた重要な情報。そう、つまり明日の放課後、執行部はまどかさん一人。4連続ヒット。特化2年はみんな帰ってしまう。ただしまどかさんは執行部室に残る。この時がチャンスだ。小太郎くんは実行委員だし、彼女とも顔見知り。小太郎くんに侵入してもらうか。いや、まどかさんがそれを見てどう思うか。執行部室に送っても問題はないかな。いや、問題はありますね。これだ。日野は出入り禁止にして。5連続ヒット。ダメだ。執行物質侵入の前科がある小太郎くんを動かすわけにはいかない。ならば発想を転換しよう。まどかさんに出てきてもらう。しかし、仕事熱心なまどかさんを呼び出すのは一筋縄じゃいかないぞ。まどかさんが仕事をできなくなる状況、何かないか。嫉妬激励隊でしょう。これ作戦決行の時を探っていたわ。嫉妬激励隊の3人。6連続ヒット。執行激励隊、間違った、嫉妬激励隊。彼らが押しかけたらまどかさんの手が止まるという。そして魚住先生の箱を使った彼らの奇妙な作戦。なんとか箱を使えないかな。箱を使う方法ないかな。ちょっと待って、一回セーブしようか。ここまで6連続ヒットですから。この葉。箱の中に、これだ。箱の中に鍵入ってましたよ。まあ、開けた時に鍵も壊れちゃいましたけど。パーフェクト、やったぜ。箱の鍵はこっちにある。いいぞ。あとは嫉妬激励隊の作戦を利用して、放課後にゴミ捨て場に来る武蔵くん。そうだ。嫉妬激励隊の手によってまどかさんを消してもらおう。紡がれたようね、赤い糸。よれよれだよ今回は。さあ教えて。小太郎くんにはまどかさんのところに持っていく手土産が必要だ。手土産？流されやすい彼のことだ。普通に言ったら普通に挨拶して終わりだからね。ねえ、手土産って何なんです？恐怖。心理体験？違うわよ、カンタ。いや、恐怖は弱すぎるか。でもプレッシャーにはなる。どういうことなのかね。 TRL を動かすんだ。まどかさんを失脚させるため、必ずこの機会に動くだろう。そこで
彼女らの作戦を利用する。裏を書くんだ。なるほど、小太郎さんがまどかさんのピンチを救うんですね。まどかさんはそれで少なからず小太郎くんに対する好感度を上げる。そこでダンスパーティーに誘う。ちょっとそれ楽観的すぎやしないかね。まあね、ここまで不確実なのは僕もちょっと気に入らないけど。不確実ですかね。私ならオッケーってなると思うけど。小太郎くんももうちょっとしっかりしてくれるといいんだけど、あの調子だからさ。もうこの機会を逃したら絶望的だと思う。一番の障害は依頼人ってわけだね。さて今回重要な役割を担うのが魚住先生の箱。箱？え、あの壊れた箱？リポリン、箱を見張ってて、中を空に保つんだ。え？はい。メグ、先回りして魚住先生の箱を元に戻すように動いてほしい。わかったわ。カンタは小太郎くんと一緒にいるんだ。彼に箱の鍵を持たせて。あいよ。じゃあ放課後、それぞれ決まった時間にゴミ捨て場に。一緒に動いて人目につくとまずい。個別に動くんだ。いいね。はーい。依頼人も連れてくよ。ごく。さあ、タマに頼みに行こう。TRL を動かすんだ。ジュース買ってかないの？大丈夫？大丈夫かな？タマちゃん多分 TRL の味方なんじゃないかって思っちゃうんだけど、私今回。信じられないよ、私タマちゃんのこと。いや、タマの情報役に立ちそうだよ。ってことは、その機会に決めちゃうつもりなのね。もうその機会しかないと思うんだ、今回は。へえ、そうなの？ TRL、彼女らがちょっかいを出してくる。新レッドライナーズと名乗るあの二人か。彼女たちの能力認めてるのね。別にそうでもないよ。ちょっとは警戒した方がいいんじゃない？いいんじゃいになってる。わかったよ。だから早く決める。まあ頑張ってね。私の情報有効活用するのよ。で、早速有効活用したいんだけど。ん？どういうこと？まどかさんが一人残るって情報、これを TRL に意図的に流すんだ。私がやるの？あ、頼むよ。この分の報酬はちゃんともらうわよ。まあいいか。いいよ、じゃあジュース2本で。まどかさんが一人で残るって情報を流すのね。わかったわ。これでよしと。タマに任せよう。いや、大丈夫かな。セーブして、今回はこのくらいで終わろうかな。私ね、今回あのタマちゃんのことあんまり信じてないんだよな。いやー、ちゃんとうまくいくかな。フラグが立ちまくっているんですよね。ってことで、まあ次回に続きます。ではでは、おつぴよでーす。